はい、それではお疲れ様です。はい、お疲れ様です。あ、お疲れ様ですじゃないね、新年明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。成蔵さんが肉巻き作っていただきました。成蔵さんとテッドです。じゃあ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。乾杯。また違うバージョンだ。赤い。ああ、これも。昔丸お寿司屋さんなかったじゃん、うん、でお寿司屋さんに行くとさ、卵かアナゴしか食べてない。お生もんがダメなんだ。おだけどそこの寿司屋の大将に言わせると、2だねとか言われて、なんでですかって言ったら、卵っていうのは結構そのお寿司屋さんのあれが出るもんね、そういう場合じゃないよ。そんなこと何も考えとはでもうまい。うまい。あ、うまいね。うん。うまい。うまい。うん。すごいよこの天むす。うん。でっか。っていうか重い。うん。重い。あのね。まあ、全然一口じゃん。いや、躊躇しちゃった。でしょ？でっかいよ、これ。うん。おいしい。これ一口無理だね。一口無理。肉巻きになり1個食べただけThank you.
年もハイボールにしてる。何のハイボールです？今日はトリスにした。2024年素敵なキャンプができました。まだね、明日一泊あるんでまだ楽しみなんですけども、岐阜でねキャンプ、成蔵さんには感謝しております。まあ今日はちょっといつもウイスキーはね、あまり高級なウイスキーはあまり飲んでないですけど、このグラスでしょ、トリスのこれがもうほんと昭和の時代からあるキャラクターのね、でこれもいいキャラクター、懐かしいなと思って、ちょっとボトルとグラスとセットで持ってきて飲んでおります。本当は日本酒で言いたかったんやけども、このやっぱりクジラのベーコン最高です。うん、うまっ。玉ねぎステーキですか、これ丸々1個いただいていいですか、どうぞ。うわ、すいません、いただきます。ちょっとね、お箸はちょっと、多分大丈夫と思いますありがとうございます。ではいただきます。おばばさんですね。顔出しは OK ですか？顔出しはちょっと NG かな。じゃあどの辺まで、股間まで、あ、股間ぐらいか、この辺まで、じゃあすいません、ここでいただきます、じゃあお顔こんな感じで、はい、いただきます。はい、どうも。うわ、美味しそう。玉ねぎステーキいただきます。おばばさんから玉ねぎステーキいただきました。うん、ちょっと中から行ってみようかな。うわ、美味しそう。おばばさん、おいしい。うん、玉ねぎの良さをほんと引き出してるね。うん、おいしい。もうめっちゃおいしい、ほんと。成蔵さんからおでんいただきました。いただきます。こちらのお味噌が、つけて味噌、かけて味噌というお味噌らしいです。私も CM では聞いたことあるんですけど、これを口にするのが、いただきます。お、おいしい。しつこくない、少ないでしょ。うん、いや、これ全然たっぷり つけてもね、それでからしも一緒につける、うん、非常に
あ、これうまい。あ、どう。あ、からしにも合う。からしと味噌との関係が絶妙なんですよ。関係？ま、これなんかお卵プリプリじゃないこれ。プリプリですよ。もうだいぶ煮込んだんで。いや全然しつこくない。そうなんです。めっちゃ寒いかい。Ooh.